毎度ネギ前です。はい、というわけで今回はこちら刀剣乱舞楽して刀ラブ、こちらの付録っていうのかな、ムック本、なんて言うんやろ、ツーウェイトートバックブックっていうのが発売されました。こちらが発売されたのが12月の26日、去年のクリスマスの次の日です。今年入ってから購入したんですけど、これはちょっと動画で紹介したいなと思ったので購入してきました。で、調べてみたらこれね、今回発売されたのは2018年の12月26日なんですけど、その前に第1弾かな、2017年の12月にポーチ付きボストンバッグっていうのが第1弾みたいな感じで発売されてたみたいです。だから毎年1個12月に出るのかな。ボストンバッグの方はね、ゲットできてないんですけど、今回はトートバッグをゲットできたので紹介していきます。多分コンビニとか普通の本屋さんでも買えると思うんですけど、私はアニメイトで購入してきました。今回はこのトートバッグと特別ブックレットっていう8ページのグッズの新情報とか書かれたものがセットになって1850円で売ってました。それでは開けていきます。中身は付録でよくあるように段ボールでちゃんとくるまれてます。開きます。おお、早速これがブックレットっていうやつかな、8ページあるみたいです。で、裏面にはこのツーウェイトートバッグ、今から紹介するものの使い方が書かれてます。中身はお見せできないんですけど、進化する刀剣乱舞オンラインの世界、パソコンブラウザ版が2015年に開始されてからスマートフォンでリリースされてっていう、まあアニメとかもやってます。まあ今までの流れがちょっとさらーっと書かれてるのと、あと新刀剣男子が5人書かれてます。ヒューガ・マサムネくんがめっちゃ可愛い、なんか美少年っていう感じ。それでは開けていきます。ほい、見えへん。お、こういう感じです。あ、なんかね、思ってたより固めの生地。まあこの持ち手の部分が正直安っぽいっていうか付録っぽさはあるんですけどね、ここが意外としっかりしてる、頑丈。ボストンバッグじゃないしトートバッグなので、そんなボストンバッグほど重いものは詰め込まないと思うので、これぐらいでもまあ大丈夫かな。ここにはチャックになってます。上の部分はね、チャック閉めるとこれぐらいで、あんまり幅がないんですけど、マチの幅は結構広いです。見た目よりかは結構入りそう。ここチャックを開けて、内ポケットのところにこういうミニポケットが一つだけついてます。携帯を入れてみましょう。これ iPhone8 Plus。 ほい、あ、縦に入れてもしっかりとここのチャックは閉まります。すっごい深いんですよ、上までしっかりとあるから、携帯がもうポスッと8プラスの大きさでもちゃんと隠れてくれる。だからカバンの中身がね、こうガーってやってたら落ちる心配もなくて、ここでしっかりとキャッチしてくれそうです。あと他の付録なんですけど、前にクックパッドプラスっていうクックパッドのレシピとかがついたやつに付録がついてるんですよ、こういうカバンの。それを前に動画でアップしたんですけど、そのカバンの生地よりかはもうちょっとね、しっかりしてるっていうか固めな感じがします。で、あとこういうトートバッグにありがちな真ん中だけチャックついてて、ここが開いてるとかそういうのもなくて、しっかりと端からこの端までチャックがついてます。私がいつも使ってるこの MacBook、 このケースごと入るのか、どうやろう。しっかりと横向きに入りました。13インチでちょうどかな、この横幅。あ、うん、すっきりするこの方が。ほら、しっかりと縦に入れるとチャックは、あ、閉まりそう。今 MacBook を縦に入れたんですけど閉まりました。待ちの幅をね、利用して縦に入れたので、まあ、見た目的にはちょっとカッコ悪くなっちゃうかな。あとこの A4 サイズの、 あの家計簿とかを入れてるファイル、これも一緒にパソコンと一緒にね入ります。すごい、なんかパッと見頭良さそうな中身。これでもちゃんとチャックしっかり閉まって、こう手持ちの部分としてこういう短い感じなんですけど、肩掛けもねできるぐらいの余裕はあります。そして今のがこの短い部分で、もう一個がこちらですね。これが肩掛けできるやつ。よいしょ、こういう感じになります。で、これもパッと見なんか地味な感じの色なんですけど、明らかにこうアニメとかそういうキャラクター感のない感じなので、割と外でも使いやすいデザインかなって思います。これが全部で多分74個ねがあってあるみたいです。私刀剣
剣乱舞そんなにめちゃめちゃ詳しいっていうわけじゃないので、見てねすぐこのキャラクターって全員はわからないんですけど、めちゃめちゃかっこいいです。付録とかでも今ねこの長さ調節できるものとかついてるの多いんですけど、これは調整できないです。もうこれだけこの長さで確定しちゃってる。159センチがこれを肩掛けするとこれぐらいかな、ちょうど腰の骨のあたりにあります。170センチ以上ある方がこれを背負うと、もしかしたらねちょっとだけこう短く感じちゃうかもしれないです。長さ調節はちょっと欲しかったかなっていうのはある。サンリオとかならコラボとかで付録結構あるんですけど、こういうね二次元系とかの付録ってそんなにない印象なので、すごくね嬉しかったです。だからもしまた今年の12月に第3弾とかで発売されたら、それもゲットしてみたいなって思ってます。ということで今回はこちらの1850円の刀剣乱舞 2way トートバッグのご紹介でした。それでは皆さん今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。